第六天神社は、関東地方を中心としてその周辺に存在する神社。なお、神社によっては、第六天を王六天と表記する場合もある。もともとは、神仏集合の時代に、第六天魔王を祀る神社として創建されたもので、あるが、明治の神仏分離の際、多くの第六天神社がその社名から神を七代における、第六代の主だるあやかしこねに祭神を変更した。 日本民俗学ナンバーワン27によると、新編武蔵国風土機構より324社、新編相模国風土機構より144社、造帝、図修志向より44社の第六天神社を確認できたとあるように、江戸時代末までは関東を中心に多く存在したが、前述の神仏分離によって解消あるいは他の神社に、合子や愛との抹茶となり、 祠のようなものも数えれば、現在でも3 0余社あるものの、宗教法人格を持つような独立神社としては36社しかなく珍しい存在となっている。なお、現在では、東京都と千葉県の県境近辺に多く、所在しており、神奈川県内において、神社町下の独立神社は2社に止まる。また、千葉県、香取市の山倉大臣は前日の神仏分離まで、 第六天皇を祀っており、第六天皇者の僧者とされていた。一方、第六天神社が所在する分布にも大きな特徴があり、東日本において、関東の旧武蔵国を中心に、旧相模国、旧伊豆国などに存在するが、西日本では海無となっている。これは、神奈川県神社庁の神奈川の神社ガイドブックによると、戦国時代の発射である。 織田信長が厚く信奉していたとされることから、天下統一の後を継いだ、豊臣秀吉が、第六天の真意を恐れ、拠点としていた、西日本の第六天神社をことごとく廃車したためと、言う。なお、信長が信奉し自ら、第六天魔王と名乗っていたとされるのは、イエズス会宣教師、ルイス・フロイスの書簡の中で紹介されている、武田信玄と信長が、書状のやり取りをした。 最の話から来ており、それによると、信玄が、天台の雑舎門信玄と署名したのに対して、信長は仏教に反対する悪魔の王、土井六天の魔王信長と署名して返したとされるが、実際に自ら名乗っていたという文献などは他に存在しない。このほか祭人については前日の第六天魔王から神よ七代、第六代の神に変更されたケース以外に、東京都墨田区、 ごしあげや葛飾区西亀有りの高木神社のように、高木の神を祭神としている場合や宮城県名取市の第六天神社のように、そもそも第六天魔王とは関係がなく天神を祀っている神社もある。また、埼玉市岩月区にある武蔵第六天神社でも、ごし駅の天狗様や社殿に宿る大天狗、カラス天狗など天狗と関連付けられている。現在でも社名に、 第六天の名前が残ってる、主な神社を以下に記す。鎮座地の分布については、関東地方が中心であるが、東北地方や中部地方にも存在している。一方で、長野県及び静岡県より、異性には、ほとんど見られない。陶器上の宗教法人名称としては、第六天神社が19社、第六天社が4社、第六天宮が1社、第六社が2社、 王六天神社が5社、王六天社が3社、魔王天神社が2社の計36社が存在する。地名などを関して社名に含む神社は存在しない。例えば、武蔵大六天神社、第六天坂木神社の正式な社名はそれぞれ、第六天神社、坂木神社である。宗教法人格が存在するものについてはいかにを、つけて表す。 第六天神社第六天坂木神社第六天魔王神社第六天神社第六天魔王解消されている主な旧第六天神社のうち現在は第六天と名乗らない神社を以下に記す。なお以下には過去に第六天と呼ばれた社を奉仕している神社も含む。ありがとうございます。